少し小遣いを稼ぎたいなら、おいしい仕事はまだたくさんある。扱っているのは、スリと数字関係と盗み、個人のスキルが必要な仕事だ。押し入りが得意なら、ペックスと話すんだな。スカイリブの大部分の店は、商売台帳に取引記録を残している。その帳簿の数字をいじるのがお前の仕事になる。我々の別の仕事で生じた不足額もこれでまともに見えるというわけだ。少し書いてみたくなっただろう。この調子で頑張ればあっという間にこの仕事から足を洗えるくらいの金持ちになれるぞ。仕事をする気はあるか？それとも一日中その辺をブラブラしてるつもりかよ。私が扱うのは泥棒、おとり、一層、それに強奪の仕事だ。大体は住居侵入絡みだよ。この手の仕事は好かないってならデルビンに聞いてみなよ。もっと人に間近で接するような仕事を回してるから。ちょろいもんだよ。家に押し入る、標的の品をつかむ、住人に気づかれる前にずらかるな。簡単だろ。問題は現場の住人を誰一人殺しちゃいけないってことだ。掟破りには過料を課すよ。一応やってみるか。昔ながらの強奪仕事だ。いいだろう。必要な情報はこれで全部だ。すまんな小僧、大事な用が。また別の機会に話そう。あら、あなた、サファイアはお役に立てるかしら。殺されちゃったんだっけ。楽勝。
吸い取ってしまった。本当に死んでしまったの。もう死んでしまったようだが、どこから来たんだ。すごく嬉しいわ。まあありがとう。心優しいあなたに神々の恵みがありますように。哀れな年寄りにお恵みを。私もプライバシーはないの。さっさと出て行け。見つかっちゃった。ここは君のいる場所じゃない。子供が起きてるんだよ、この時間。これで言うの。3時だよ。午前4時。おう、戻ってきたか。さあ、分け前だ。よくやったぞ。軽い助言をしよう。仕事はできる限り受けるんだ。さもないと物乞いになり下がるぞ。大事な用がある。
また別の機会に話そう。で、やったのかどうなんだ。ほら、今回の取り分だ。一気に使わないようにしろよ。山ほどあるから、好きなのを選びなよ。時に誰かを始末してくれという困った依頼が来るんだが、私らは闇の一党と違う。標的を厄介払いするにとどめる別の方法を取っているんだ。うちの者を潜入させて、標的の家に偽の証拠品を仕込み、町の衛兵に密告する。あとはお任せだ。あんたにもやれそうな気がしてきただろう。そうか、くれぐれもしっかり頼むよ。じゃあ行ってきな。すまんな小僧、大事な用がある。また別の機会に話そう。もう少し小遣いを稼ぎたいなら、美味しい仕事はまだたくさんある。結構客が苛立ってきて、たまには我々が真剣だということを思い出させるために、町に大きな打撃を受けてもらう。強い印象を与えるまで手当たり次第に盗みを働くぞ。簡単だろ。だが我々が陰に紛れて任務を行う上で明るみにしていることが、誰かにお前の盗みの現場を見られたら手柄は無効になるということだ。そこら中で盗みを働くんだ。お前が盗んだものは全て自分のものにしていい。どうだ、やるか。いいぞ。さ、これが必要な情報だ。お手伝いが必要。素敵な商品をたくさん取り揃えているわ。口も聞いてくれない人は大勢いるわ。私たちを泥棒だ、密売人だって呼ぶの。あなたがそんな人じゃなくてよかったわ。だって泥棒だ。ちょっと見て。快適な旅になりますように。だいぶ前に始まった気分だ。物資が限られていることは分かってるはずだ。今度南から物資が届くのは次の季節か、あるいはもっと先になるかもしれないんだ。ご用は何でしょう。歌う鳥さんを見つけたら聞こえる前に。ここが好きなの。もっと早くドーンスターに来るべきだったわ。ここが好きなの。もっと早くドーンスターに来るべきだったわ。錬金術の素材が必要なの、それとも訓練。ガラクタだって言う人もいるけど、私には宝物よ。
しんで。誰か殺そうよ。子供がただ一人、母に祈りを捧げています。誰か殺そうよ。ホワイトランのキナレス聖堂で破壊司祭を探すのです。偉大なる強き聞こえし者よ。金を受け取り、指定の相手を殺しなさい。シシスに讃えあれ。シセロに何なりとご命令を。ほほほひひひ。その竜と膝でへし折ってやろう。そして銀融詩人の闘志に火がついたら、彼の服に火をつけてやろう。あなた、どうしてそんなことを。私が誰かわからないの。父がこのことを聞いたら腹渡を抜かれるわよ。ああ、わかったわ。これは父の隠し財産に関係あるんでしょ。私の結婚持参金なのよ。安全に隠してあるわ。穴の開いた切り株にね。リフテンのすぐ外の安全な場所にたっぷり溜め込んでるの。見つけられっこないわ。しまった、バラしちゃった。やめなさいよ。私の夫を探しているって？なぜも？市長の後ろを見てみて。彼っていつもそこでたらふく食べているのよ。もうすっかり気分が良くなった。素晴らしい。あなたが剣と共にありますように。お前がそうか。闇の一党から来たのだな。殺してもらいたいのは熟練の狩人だ。ファルクリースの外れにいる。これが報酬だ。もうすっかり気分が良くなった。体が。そして賞賛に値する。なぜなら我々は一つだからだ。タロスが昇華し、八大神が九大。になる前、タロスは我々と共に歩まれた。偉大なタロス。神としてではなく、人間として。しかし、あなたはかつて人間であった。そうだ、人間としてあなたは言った。北の大地に生まれつストームクラウンのタロスの力を見るがいい。我が息が長き冬となる。私は今、大いについて呼吸し、私のものとなったこの土地を新
この醜い真実、俺たちは人間の子供である。タロスは人間の真なる神である。お前か、見てるの。暗くないと。その時は隠す。おう。なんだ。何とも思っていないようなら、私が相手になるぞ。男が武器を抜いて近づいてきたら衛兵は緊張するだろうな。
何の用だ。もう面倒はたくさんだぞ。やったのかどうなんだ。世間にはなぜこうも立派なものがゴロゴロと転がっているんだろうな。本当驚きだよ。山ほどあるから好きなのを選びなよ。スカイリムでごく手早く金を稼ぐ方法の一つは、裕福な家から金目のものをかっさらってくることだ。興味があるなら手頃な物件を紹介してやるよ。どうだい？結構。これを持ってとっとと行きな。水浴びしてたの？すまんな小僧、大事な用がある。また別の機会に。すまんな小僧、大事な用がある。また別の機会に話そう。すまんな小僧、大事な用がある。また別の機会に話そう。サルモールはどういうかな。高慢ちきな鼻をへし折られて。正常も何もないし、誰もいないし、初めて見る相手。触るな、盗賊め。すいません。
で、やったのかどうなんだ。ほら、今回の取り分だ。一気に使わないようにしろよ。いいね。金はいくらあってもいいよな。時たま、商店主たちにここを仕切ってるのが誰なのかを思い出させてやる必要があるんだよ。金庫を破って貴重品を盗み出してやらないとわからないってんなら、そうしてやるまでだ。ちょいと買い物してくるって感じだな、ギルド流のやり方で。結構、これを持ってとっとと行きな。エルフは手強い。さて、の犯人も黙っていない。加えてビオラ・ジョルダノのことも放ってはおけないんだ。お飲み物はいかが？そうです。今行きます。何かまともなもんは盗めたか？あ、戻ったのか。じゃあ分け前を取りに来たんだな。山ほどあるから好きなのを選びなよ。ある屋敷の主は親戚から遺産を相続したばかりらしい。やってみるか。よし、これがやってほしいことだよ。
まんな小僧。大事な用がある。また別の機会に行くぞ。言葉にできないほど感謝してるよ。東帝都社は恩を感じているよ。無理か。ちょっと危ないわ。